こんにちは。先生は元気でやっていますか？気になるなら会いに行けばいいって。そうはいきませんよ。もう一緒にいる理由がありません。僕はボイドのものなんです。アキ先生が肩書きを捨て去っていったあの場所のね。どういうことかわかりますか？僕はスパイなんです。アキ先生の研究が問題のあるものかどうかを判断するために使わされた回し者。でもその結論はすでに出ました。彼女の研究に価値はないって。ああ、このことを先生に言ってもらっても構いませんよ。先生もおそらく気づいてるはずです。僕は親か御免です。もう先生に会うこともありません。ええ、ええ、せいせいしてますよ。これでもう面倒見なくてもいいんですから。